人が減って単体になった途端に興味がない。飛田くんはゴミだな。本当に使わないな。漫画の直接的なドラえもんね。筋肉は伸びたくん。これをやって真ん中左だ。ちょっと誰か保管庫の達成しにやりんか。運動にしてる感じがないな、伸びたくん。みんなで行こう。本当にちょっと死にたくないからみんなで保管庫やろう。これは隠しよう。これは隠しよう。おでんツンツン。あれ？おいおそれやめろ。おでんツンツン男いたな今。おでんツンツン男いた。笑っちゃった今。悔しいな。懐かしいな。で笑っちまった。誰だおでんツンツンしたやつは。じゃがりこに1円玉を入れます。それはもう誰だおでんツンツンしたやつは。おでんツンツン男めっちゃ構成したってニュース見たな。へ？へ？はっちゃんか。おでんツンツン何が？おでんツンツン男の今あんの？そんなおでんツンツン男 ね今聞きたい。なんかニュースで取り上げられたなんかね、アベマニュースかなんかで、ね、取り上げられたよ。アベマ取り上げがちだな、そういうの。アベマ24時間でアベマするおでんツナでおでんツンツン。やっぱ瀬戸だったツン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 。どう聞いても瀬戸の声だった。うぜぇツナでおでんツンツンすな。しゅうねさんの風評被害になるやろ、それは。ねえねえ、あれしゅうねさんのだった？しゅうねさんのスキンじゃなかったっけ？あらーもうカード失敗する。うわーさっきまで現状だったよな。うわーうわー完成見してごらん。はい、はい、なんかやばい、どこみんなどこ行っちゃったの？あいたみたいになってるよ。あ、これ岩の種類入れんだ。なんか黒ひもやばこいつら。いや死体が隠れた。やばこいつら。今シェリフで自爆したかと思った。頭いい。ここ隠れれるんだでおびき寄せて。マジか。これレポーター光るだろう。でもレポーター光るね、間違いなく。助けやれよ。いやてめえにだけはやりたくねえな。よいしょ。本当に本当にすぐそういうこれエンジンの順番知ってますか？自分の情報言わせる。何エンジンの順番って？はい、いや二人急に順番何も知らない。何枚だ何枚だ。あやあや何枚だったのかな。すごい何言ってるか分かんない。これ全然聞こえねえや。ね、初手は右に行ってた二人。はい、これ隠しろ隠しろ4人出せるじゃない。でも結構最初の方っすよね。最初の方っすね。そう、時間が結構経ってるし、停電起きた時に全部停電になって、あのやり方できるしほしいな。で停電直したのが中野っち詩人メイヤ、あと誰だっけ。まあクロムメイヤは先にいたけど、あクロムくんか、うん、中野っち詩人に関しては分かんない。クロムメイヤで白出し合える感じなの、それは。意味は。クロムってどっから来てる？いや別に、ラボの方から。うん。微妙の微妙しか。分からん。先に言わせてもらいますけど、はい。朝日と初やんは僕と3人でピュンピュンしてたので、うん、ちょっと難しい2キル。あ、この関われもう一人なかったっけ。そこにチャゲポヨさんもね、途中から参加してるんで。あ、4人もいるなら結構白いね。うん、分からんけど、まあでも右だったら、まあでも弁当はさ、てか右かどうかすら知らんよ、もう。あ、ダブルキルだろうし、お互いに白取れるとこいないから。エレキには来てないとは思う。うん、エレキには来てないから。エレキって右で見えて。じゃあちょっとチャゲポヨの白出しできない。皆さんお互い白取れず。俺は詩人さん白取れるかな。取れんの？俺はちょっとわかんない。俺はちょっとわかんないな。あ、本当。なんかそう、書店に右にごちゃごちゃいるの、詩人さんを確か置いていったかな。こんちゃんクロムはなんか情報ないの？ない。ここは
ガナマルマも影丸も見てない。うん。O2 の木が僕白と言ってくれるはずです。聞いてみます。どういう状況それは。木自体が木と一体化してたのか。なるほど。なんかもう、なんでそんなロマンチックなんだ。行けばわかりますそれは。ちょっと行ってみるか。わかるんですね。わかりました。わかりません。ちょっと行ってみようかな。ちょっと行ってみるか。これは行ってみる。行ってみるか。俺も行ってみるか。行きます。うん。隠しろです。まだまだ知らないことがたくさんあるな、ポーラスは。勉強させてください。ポーラス面白いな。釣りますね。わかんねえんだよな、全然。木から何も得られなかったら釣りますね。やばいやばいやばいやば。石から栄養。やばいやば。これ前回伊豆さんがやったやつや。すげえ大名がやつや。詩人まとめる。あなたも正解。あの石やばくない？マジやばいな。もうどうせだったらあのキルの仕方もう一回してくれ。どうせだったらまた二人連れ出してあそこでキルしてくれ。O2 の木を O2 の木を。ポンズ野郎は白なんですか黒なんですか。わすげえ。うわうわ。すげえ。一体化してる。いやこれ。わからん。一緒の話がわからんかった。これか。あれは O2 の木。俺もワンチャン。すごい。すげえ。O2 の木だ。O2 の木。そんな渋いな。ポンズ野郎はずっとここにいたぞ。だから隠し撮りだ。大津の木さん、大津の木さん、そんな渋い名前なのに名前に英語入ってるんですね。誰かが私のことをそう呼んだからな。大津の木さん、聞きたいことがあります。おい黙って殺すなよ。大津の木が渋いてたかもしれません。絶対死ぬと思った。えいやいやいや、O2 の木はしばかないですよ、絶対。O2 の木はしばかない。O2 の木がやってたと思うんだけど、俺も。シベロハンは動かない。詩人名やったの。詩人名、今回詩人名やが無理ね。根を張ってるんで、O2 の木は。停電直しに行く。下にね、第2の根を張ってます。直前、ボイラー、なんかピって動いたような気がするけど、その人も無理なんじゃないかな。ボイラーなんかそこら辺の扉、開いたような気がする。ボイラー行ってない。てか、俺と詩人さんが停電を直しに行ってる。いや分かんなかったの誰がやってたか。何人かぶってたあれ。大津の。はっちゃん中野チョコンズクロームショボスケ。ちょっともう痛い。痛い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 。全員だ。絶対動いてない。全員だ。いやでもショボスケはねちょっと一歩離れたところにいた気がするけど。俺ちょっと離れたんだよね。なんかもう承認がすべてだよこれ。でもさっきのターン四人無理って言ってた人無理なんじゃない？左下のね。あそっか。ショボスケはっちゃん。そうだから俺かポンズ、うん、あとクロムクロムも下から来たかな。大体大津の大津の木にお前栄養素にしただろ。大津の木すいません。大津の木さん根を張ってるんで。大津の木さん今ちょっと喋れます？僕らの声聞こえますかね。ちょっと聞いてみますわ。じゃちょっと大津の木さん。なんだい、ハッチャ。大津の木の下で事件があったんですけど、見てますか？私は見ていたよ。あ、おい、おお、さすがだ。ちょっと誰がキルしたか教えてください。黒川クロムだ。本当ですね。ポンコツだぞ。本当ですね。本当に言ってんの？え、何パーセント？何パーセント？間違いないんですね。そう、何パーセントかだけ教えてもらっていいですか？ 100%！ 100%！ やばい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 ！なんか栄養吸ってそうだなこの木。確実じゃん。おじさんが言うな仕方ねえや。分かんないか。わかんないけど。大丈夫か？わかんないけど。栄養吸われてんじゃないの？やばすぎる。栄養チルチル。大木さんありがとう。記憶ねえのかよ。これで待つ。俺なんならマイクに顔近づけてて見てすらいねえんだけどね。ああやば。あこれか。ああ面白い。よいしょ。朝一の用事が。僕はないわ。まあやったってまあ。めっちゃ焦ってるよポンズ。じゃあ何してんや。
待ってんだろうな、大津の木を。来た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 。よいしょ。なんだ。いいですよって言われたけど。大津の木さんは。嘘ってめんどくさい。もしかしてもう一人の悪い人とか分かってたりするんですか。何言ってんだよ。分かっているよ。大地の声が聞こえるからね。僕クルーメイトのみんな助けたいんです。教えてください。もう一人誰ですか。いいじゃないか、教えてあげよう。もう一人はしょぼすけだ。ネジに巻き込まれて全くなかった。マジでやばい今のタイミング。こちらでも着用してるって言ってて、僕あの大津の木さんに聞いてたんですよ。悪いやつあと一人教えてくださいって。ポンジエロって天才だったねって言って。やばいやばい。なんで黒川クローム連れてない可能性ちょっと出てきてるってことだよ。かなりかなり驚いてる。マジしんどいこれ。しんどいこれ。違うしんどさだったよな。まとめてかわかんないけど。神タイミングボタン。神タイミングボタン。手で洗います。今の神タイミングだった。いやもう終わる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 。ああ面白すぎた。何でしたか。あ、私はオーツの庭です。オーツにはないけどな。オーツにはない。オーツにはない。小石小石か小石。あ面白かったマジで。あ、ポーラスの岩さん。今回のキルはわしはわからんのでスキップがいいと思う。あーすごいっすよね。この岩取り壊せ。やばい岩だぞ。わからんのかい。あーやばい、マジで岩にねじれ込んだって聞いてるんですけど。ポーラスにしてよかった。おもろすぎたこれ。わしはやってない。あれやったやつの言い方やね。やったやつの言い方やね。わしはやってない。スキップに入れろ、わしはやってない。やったやつの言い方や。もうおもんな。あ、面白い。終わったおもんな。面白いよ。ふざけんなよ。最高のいいもん見ながらもう満足や。マット生きてるな。ボタン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 。助け合わないと、助け合わないとやべえ。マジで助けをやらないと。いやマジでちょっと喉を擦り切れるぐらい笑った。いや天才だったな。絶対絶対アルマと俺は多分あれショート動画にするしな、間違いなく。あんなの今回の試合マジいいな。終わった。いやマジでお腹痛い。あ、終わった。いやすごかったなマジで。で面白かったこの回。めっちゃ面白かったけど。やばかった。これさ、右と左で別々のこと起きなかった多分。そう、別々のね面白いことが起きてたはず多分。左やばかったな。左やばかった。左やばかった。やばかった。やばかったよね。霊界3人見てたよあれ。ジョボスケが左のタイミングやばかったよね。もっと。いや左もやばかった。左マジで面白かった。左気になるめっちゃ。左タイム絶対切り抜き上がるから見た方がいい。絶対100パー。多分ね、ちなみにあの岩の麓で4人死んでるから。やばい。こんな起きてんで。大津の木の岩の岩ね。誘って。そう、あそこの岩で4人死んでるから。木
険なスポットなんだ。じゃあ、大津の木と岩のところは危険なスポットやばいな。ポーラスは自然が牙を向くタイプなんだ。大津の木、マジで何を見てたんだよ、あいつ。めちゃくちゃ面白い。いや、マジで面白い。お腹痛い。いやだ、黒川さん。大津の木さんが言うならしょうがないか。白紙のカットインがマジで面白い。なんで受け入れてんだ、あれを。変わらね俺ら二人。